っていう感じでちょっと時間だね。じゃあ休憩して、ちょっと、後半、ちょっと方針話をして、で、4年生の中間発表しますか。はい、目が。で、また。そうか。おい。ん？スクショ。なん？ああ、いいです、いいです、いいです。グループに。スクショはレベル、イングレスだよね。イングレスはレベル5。うん、数字だったらそうだけど、実活動量で見て。そう、もう今レベル5いっとかないと結構大変。うん。おまあそれはなんか理由、とりあえず現状報告で理由書いといて、で、まあ大丈夫かどうかちょっと、まあ努力したことは、アカウントだって引き継げる？引き継げなくて、一回、相当前にやったやつじゃあ、一回ね、確かにあった、それ、その引き継ぎますかっていうので、去年か、確かに、1年ぐらい前に、そのライセンスが変わったので、データの引き継ぎするかしないかのメッセージが飛んだはず。なるほどね。うん、まあ、じゃあ、それは、そのようにメモを残して。そういえばマキ、アディダスのインターンの話って卒論ブログに書けばなんか絡まない、うん、インターンなりになんかもう理由は何でもいいんだけどなんかやってますっていう報告になんかネタとして面白そうな感じでした。位置情報系で絡む話って何もなかった。うん、アプリあるドラマに似たアプリ、いやそれでいいんじゃない、別にそういうの書けばあっという間にブログ書けそうなの、ね、卒論、ゼミ論の修法言わんとしてることは分かると思うけど、ファンタスティックって集めたデータってライセンスどうなってるの？誰のもの？アディダス、アディダスの？それともユーザー側のもの？うん。なんか海をこうきれいにしようっていうプラスチックゴミみたいな、そういう団体に寄付されてる。
アディダスからその額が、はい、上限があるんですけど、イベントの参加者が公式を走ることに一度するときが、あなたが走ったことによって、距離が綺麗になりますよって、どうやったらこう、勝つきょうこの教室あ充電ができない。
今のちょっとあの本に入力してみて。で、今日5時の時点でヤフーで報告しないといけないと思います。ちょっと15分。今のうちに、後でもう一回追加できると思うけど、とりあえず、まあ、15時までに入れれば間に合う。さっきの申し込みは10時。それはもう確定です。よし。さあ。あ、そうだ。忘れないうちに。Thank you.
あ、いいよ、こいつどうしよう。よし、じゃあ続きやりますか。はい、では今出てきた話は、あ、そう、電源。そう、この部屋の弱点で、電源が取りにくい。電源が取りにくいので、家電沿いの電源は行く。ので、ちょっと来週、そこに来たそう。あと、テーブルの下にあるテーブルタップが生きてる。つまり、空きがあったり、使えるのもあるし、なんか全部、すでにこの辺の機材に使われちゃってるのもある。床にある電源は今確認したら生きてなかったので、ちょっとこの後でこの電源生かすことを去年もお願いしたらなんかできないとか言われて、結局なんかタップを這わせたような記憶があるので、ちょっとそこを考えます。なのでいずれにしても、来週以降もここでゼミをやるので、一人一口電源が提供できるようにちょっと検討します。っていう感じかな。あとなんか使い勝手、この辺の使い勝手の話で、なんか要望があれば、大丈夫です。はい、あと、その辺になんか充電するなって書いてあるけど、USB ポートとか、この授業に関しては、スマホの充電をしておくことは超重要なので、エラーメッセージ気にせず、充電しておいていいです。あとは、そんな感じか。よし。で、いくつか質問があって、イングレスの投稿、現状報告は今、研究室のブログに、ブログじゃないや、研究室の、Facebook グループにちょこちょこ上がってきたので、ここまで頑張ったけど間に合いませんでしたは、まあ、それなりにちょっと理由を追加しておいて、それは配慮はします。内容次第だ。今、Facebook のグループにさっき2人ぐらいアップした。こんな感じですね。ポケ語とイングレスの現状のレベルをアップしてもらう。ということで。まあ、こんな感じで画像2枚貼っといてくれれば OK とします。で、レベル、特にイングレスがレベルを急にやり始めてもあれ間に合わないので、レベル5に行くっていうのは今からだと多分ほぼ間に合わない状態です。で、今、自信を持って一番レベルが低い、イングレスのレベルが自分が一番低いですっていうのは、レベルいくつ？ゼロか。何？ちょっと今、自己申告でいい。はいはい。OK。どうしようかな。イングレスのレベルの上げ方を今から説明します。なので、基本、うちのゼミは、気合と根性で乗り切るのは最後の手段で、基本それは選択しないように。いい？イングレスのレベル上げが下手くそなやつは、気合と根性で乗り越えようとして、ハックとデプロイしかしないやつ。この意味が分かんない学生はもう、ちょっとまた頑張ってる。最初、ハックとデプロイだけど、それはレベル1、2ぐらいの話。レベル3になったらこれ、レベル4になったらこれっていう形で、仕組みを理解していったら、いかに効率よくレベル上げをするかっていう、頭を使わないとイングレスはレベル上がりません。なので、今からある程度ざっくり、そのやり方を説明します。なので、どうしようかな。今からゼロスタートでレベル5、1週間でもきついもんな。2日で終わった？あ、じゃあ、そういう実績が出たので、じゃあ1週間以内にしようか。いや、マジでちゃんとやったら全員が4時間から。まあね、そうそう。だからそれは頭使ったっていうこと。なので、だからまだいなくないから関係ねえから。あれから今日で終わりなんだよ。で、まず、一つの解決方法。もう、自分頭もちょっと自信ないんで、教えてください。
っていう学生がいたら、10月5日の土曜日に朝、俺が車で拉致するので、朝所沢に来なさい。10月5日朝、何時かはちょっと、調整します。なので、うん、そうするとどこに連れてかれるかっていうと、前橋に連れてかれます。イングレスのウェブサイトを見てるよね、当然。見てるよね、当然。イングレスのイベントっていうページに、グローバルでイングレスイベントがこれだけ用意されてる。いいですか？このゼミで大事なのは、イングレスのレベル上げは実は重要じゃないの。イングレスっていう位置情報ゲームが世の中に対してどういうアプローチをとってて、仕組みとして何ができてるのかっていうことを理解してもらえればいい。それで10月5日は、例えば会津若松、日本だと会津若松に行ってもいいんだけど、会津若松でもイベントがあります。で、スケジュールとしては2時集合で、いろいろ活動して5時45分からパーティーが始まるみたいな、こんな感じです。で、俺はこの中で、これアルファベット順になってるから、前橋は下の方か。だから10月5日だけでこんだけ世界中で、藤沢もある。藤沢でいいよ。別に藤沢に行っても全然。藤沢は5時受付、涼しい時間帯に。で、まず、このキーワードが分かるようにしておく。一体、レジストレーションポータルハックって何か。呼吸ポータルが何を意味するかとか。夜の開催だから帰りはめちゃめちゃ遅くなる。これも覚悟の上で。多分なる。うん、多分ね。で、ポイントは、現場に行って、どうしても僕、今日非常にレベル5にならないといけないんですって言えば、なんとかしてくれる。で、なぜかというと、多分森田は分かってると思うけど、イングレスで一番レベル上げしやすいやり方は、レベルの高いエージェント、ユーザーと一緒に行動する。そうすると、レベルの高いユーザー、エージェントが、レベルの低い人に対して、こうやればこうなるからっていうのを事細かにレクチャーして、その場を提供してくれる。で、邪魔なものを全部壊してくれるし、もうやりたい放題の環境を作ってくれて、レベル上げを手伝ってくれるっていうのが、こういうリアルイベントの重要なところで、リアルイベントに行くと、レベルの高い人が横にいてくれて、で、いろいろとサポートしてくれるからできる。人に頼るっていうことは、イングレスの中でめちゃめちゃ重要。で、なんでかっていうと、イングレスもポケモン GO も、基本、一人でやるより、みんなでやった方が、効率がいいようにゲームの設計がされてる。それはなんで？なんで？レベル上げが割と効率的です。一人よりも複数人の方が効率がいいようにゲームを設計する。コミュニティ形成、そう、宇宙動画を上げない。惜しいところ、コミュニティを形成するということは、どういう意味なんですか？この質問は超本質的な話。私の授業を受けてるから。じゃあ、そうか。もう一回。今からの答え。なんで一人やるダイナミックっていうゲーム会社の基本的な哲学として、人は一人じゃ生きていけないということを伝えるために、一人でやるよりみんなでやった方が効率的。
で、哲学があるから、つまりナイアンティックは今後、ね、今年ハリーポッター出したし、今後もどんなゲーム出すかわかんないけど、ソロプレイは否定はしないけど、ソロプレイよりもグループプレイの方が効率がいいゲームしか彼らは出せないんだ、哲学が設定してる。で、ドラクエとか逆じゃん。ドラクエどのぐらいやってるかわかんないけど、ドラクエウォーク。ウォーキングモードだと、一人で勝手にレベル上げができるっていう、ああいうゲームは、ナイアンティックだとやりにくい。で、まず、ナイアンティックは、基本人間は、幸せな人生を送るためには、健康でなければいけない。健康であるということは、あっている。だから、基本、車での移動は、評価しない。徒歩と自転車の速度まで。イングレスで言うと時速40キロ。ポケモンは時速20キロで、リミッターかかって、そういう哲学があるから、イングレスもポケモンも、電車の移動の時間とか、車の移動の時間は、ゲームからは全く評価されないような仕組みが裏側で回ってる。そういうことをやりながら、理解して、哲学から、位置情報を使って世の中をどうしたいのかっていう、まあ、ナイアンティックはナイアンティックの哲学があるんだけど、そういうことを理解してもらうためにやってます。です。そこの裏側まで読み解いた上で、自分で実際ゲームやってみて、本当にその彼らの意図通りにできてるかどうかも含めて、っていうことを先を読まないと、このゼミでやってる意味は価値はない。ということです。ナイアンティックの、謝罪で検索すれば多分出てくるんじゃないかな。まあいろいろ。まあ具体的にはこういうふうに書いてるけどね。人を外に連れ出すっていうのは人を健康にさせるためのアプローチ。人と人につながるっていうのは人と、まあ、一人で生きるよりみんなでコミュニケーションを取ってきた方がハッピーだよねっていう。この2つを彼らは軸にしてゲームを作るというところで考えると、ポケモンも今日ギラティナみたいつかめに行ったみたい、あれ一人じゃ全然太刀打ちできないわけ。この人数でいて2グループでギリ行けたっていう形。ああいう仕組みを設計してるっていうところを理解すると、イングレスもみんなでやった方が、特にその中でみんなって中にレベルの高い人を巻き込むっていうことはものすごく効率のいいように設計する。であとは移動手段として、健康である乗り物の上限でいうとやっぱり自転車が一番高い。それはポケモンも、イングレスもそう。ただ、自転車漕ぎながらはなかなかしにくいっていうのもあるから、そこはまあ致し返しあるけど、まあでも自転車があるとすごく効率がいい。あと場所選び。基本的にアクティビティの高いところがいろんなことができる。それはアイテムを、まあ、受け取るにしても、相手を刺して、エリア、コントロールフィールドという陣地を作るにしても、まあ、いろんなアクションで経験値が加算できるけど、その活動量の高いところはやっぱり大都市の中心部で、かつエージェントと呼ばれるイングレスのユーザーの密度が高いところになると、この近くとか、うちから、このキャンパスから見ると、比較的近いところだったら渋谷。ただ渋谷はアップダウンが多いから、自転車にとってはあんまりいい条件ではない。あとは秋葉原、まあ、ちょっと遠いけど、あそこは平坦だし、まあ、エージェントのユーザーも結構多いっていうところ。あとはまあ新宿とか。下北もまあ割と、あそこは、ね、街がちっちゃいから割と回りやすいし、その、ポータルって呼ばれる、結局ポータル密度、まあ、ポケモン語でいうポケストップ密度の高いところほど、やっぱりアイテムも作業も活動しやすい。で、じゃその密度の高いところをどうやって出すかっていうので、まあ、こういうのを本当は自力でもガンガン調べてやってくれれば一番こっちも手間がかかんないんだけど。全くいいです。いや結局 JavaScript 変えないといけない。
前のスクジャイ先生とかで、ね、Java の Java スクリプト全然違うでしょ。オーストラリアとオーストリアから聞いてる。で、プログラミングって何で始めるの？何で聞いて今、スラックに URL 貼るけど、イングレスにインテルマップっていう地図の仕組みがあります。で、Google アカウントでログインすると、まあ、こんな感じで、世界中のポータルの位置と、今発生しているコントロールフィールドの位置が全部地図上に展開されてくるので、まあ、この中で、まあ、渋谷とか、まあ、今、下北も話し合ったけど、実際どのくらい効率よく、どこで稼ぐかって戦略を立てる。むやみやたらに現場に行くんじゃなくて、まず頭使う。自分の普段の行動パターンの中で、ポータル密度の高いとこどこかっていうのを調べて、で、そうすると、こう、その時の条件もあるけど、こうやって渋谷見るでしょ。で、少し似た。あれ3年のぐらいじゃん。もう1、2じゃったし。つまり壊し壊されたということが繰り返された。ここはつまりバースター、相手を壊すアイテムがガンガン使われている状態だから連続入らない状態であってもすぐ壊されている。ということは渋谷に行ったら東側よりも西側に行った方がアクティビティが高い。だから今稼ぐんだったら道元だったら先端だったら見て、しかも緑、緑、今青だから青が青のとこ行ってもあんまり稼げない青のとこにガーッとしてもノーカウントかもしれない緑のメンバーがここに行ってガンガン打ち込んでできたことを全部破壊してでもレベルの高いエージェントと一緒に行ってここ壊してもらってニュートラルに真っ白に仮設してもらってバンバン緑に変えていくっていう戦略が自分が青だから今度ちょっと緑のエリアで今どこが混み合っててっていうふうに地図を読み解かないと効率なんか上がんないわけで、なんかこの辺赤坂とか今緑が強い。ただ今赤坂は緑強いんだけどコントロールフィールドが壊されてない、壊れてない、ガードが硬い、ガードが硬い。レベル1、2、3ぐらいのユーザーがここに行っても何もできない。跳ね返されたら怖い。だからここにレベルの低いレベルが行ってもいい。こういう場合、この辺がこういう人でしょ。今、ガンガン跳ねられてる。そういう感じだ。こういう読み方をしないと、イングレスってこういうのが上がらないから、どこに行ったらいいかを地図見て確認する。っていう戦略のほぼ。人がどう動いてて何やったらいいのかっていうことを自分で戦略を立てて行動しないと、まあ本当になかなかレベル上がらないのがイングレスの面白さでもありしんどさでもあるで、あ、それで話を元に戻すと前橋が俺は学校の帰り道か今のポータルなんか はいはい。うん。おお。なるほど。考えます。ちょっと、それはありだね。スケジュール的にありだ。で、ちなみに前橋が。
あ、これファーストハートです。そっかそっか。土曜はあるの終わったんでしょ。どうせ順位でいい時間だ。これは多分知らないと分かんないんだけど、あとさっきの、藤沢とかはイングレス、FS っていう場合は、ファーストサークル、第一土曜日は初心者育成で行ってきた。で、ファーストサークル。さっき夜に行ったから、まあ、昼間は普通に土曜日遊んでて、夜みんなで涼しくなったら、イングレスの素の、まあ、初心者の人たちが上級者と一緒に、リサの街を歩いてレベル上げをするっていうのがファーストサークルなので、どっちでもどっちも行けばレベル上がるし、昼間の街歩きを楽しみたければミッションでにすればいいし、割と短時間にレベル上げをしたいっていうのであればファーストサークルなので、じゃあそうだな、今話をしてて自分なりに考えたのは、多分他にもいっぱいやってるから、ファーストサタデーは10月5日に集中して、次は11月の1週目の土曜日になるので、今日の段階でレベル4まで行ってなかったら、レベル4まで行ってなかったら、10月、11月中に、ファーストサタデーかミッションデーのいずれかのイベントに参加する。藤沢でもいいし、前橋でもいいし、他でも多分。前橋のスケジュールはこんな感じ。関東では、まあ、朝所沢に来れば俺の車に乗せて、そのまま拉致するだけだから。6から7だけど、10月5日は朝10時チェックイン開始、まあ、午前中に着いてお昼食べたら集合写真撮って、まあこの辺はもう任せますこういう、前橋もあるし、別に海外でもいいよ。近くだと10月13日台湾だ。近場だとそんな感じか。まあ、やっぱり、ファーストサタデーの方が多いだろうな、当然。ちょっとざっと見とくと、合図でしょう。さっき藤沢があったでしょ。これで国を調べる。国を。藤沢も10月5日。ただ夜。ジャパンで調べると、おお、結構あるじゃん。はい、新宿あるよ、新宿。新宿、藤沢、前橋、名古屋、浜松、西尾ってどこだ？常滑、岐阜。京丹後、大阪。あ、ソウルもあるよ、ソウル。新宿、台北、台湾。あ、これ近い順になってるんだ。何個かある、ソウルあるよ、ソウル。海外は、海外行ったら、海外行ってちゃんとレポート書いたら国際会議扱いにしてあげる。それはでも、うん、国際会議、まだちゃんと行ってない学生多いと思うけど。だ旅行を兼ねて行っても全然。一応、現地のメンバーに運営スタッフとして放り込んで、メージ送るけど。なので、
一応案は出したけど、どう一応学生側からそれでいいというか、レベル4になってないとやっぱりもうこうやって無理でもしないと多分上がんないので、レベル今日レベル4まで行ってればまあなんとかなるかな。あ、そしたらもう、いや、これ言ったらもうレベル5にはなると思う。行けば。どっちにしても、この今日の夜中に一回チェックポイントがあるわけです。レベル5っていうんですけど。で、3月末までにレベル6になってないとダメよっていうふうに言ってるので、最終的にレベル6までは行ってもらう。そのレベル6まで上げるのに、今の段階でレベル5になってないと、結構レベル5とレベル6の差が大きい。ポケゴと違って。なので、そこのノウハウを含めて、今のうちに経験しておけば、多分レベル6がゴールは見える。じゃあ、最終的にレベル5になって、無理やり合わせてる。そうそうそう。うん、そうだから、とりあえず、レベル4までなってれば、多分自力でなんとかなるから、まあ、あとは理由付けの問題で、レベル4まで行ってない学生は、多分、後半もないし、どうやったらいいか分かんないまま、時間だけが過ぎてくるので、だったら効率よくイベントに参加して、まあ、プロに囲まれて、一緒にやっちゃった方が早い。で、あともう一個、提案できるとすると、留学生向けのイングレスの授業があるの知ってる？知ってる。で、金曜日の3、4限に、ここの4F402 で、やってるので、来週、今週からイングレスになった。先週までポケモンだったけど、今週からイングレスになるので、金曜日の3限、4限が空いてれば、留学生に混じってやれば、俺も、もう一人、非常勤の先生もいるので、二人が、まあ、レベル上げはさせられるようになってる。効率よくやるんであれば、そこの授業に参加するっていうのも一つで。こうやって送れてくる。別に LINE でいいんや。LINE で送れんの。まあ選択肢としてそんな感じ。この授業は、今だと、昔、去年まで、トピックス・イン・ジャパニーズ・ジオグラフィっていう名前だったんだけど、今は名前が変わって、これか、ニューフロンティアにジオスペーシャルゲーミングという名前。これです。ね、去年度まではトピックスインジャパニーズジオグラフィー1という。B の401。俺が困る。いや、困る。マジマイ、俺がつく。まあこれに来れば。初回から割と分かりやすくできるかな。でか。少し竹末たち参加してレポート書いてくれて。来週書くて。この辺に。中学校ですよね。これじゃん。これ来たんだ。来たんだ。イングレス。イベントですか？これ今年のイベントのやつ。あ、今年。うん、今年だったっけ？去年だっけ？記憶に。
完全に去年のやつだ。今年の3月だね。春か。春か。まだ寒かった。あんまり、なんか、イベントの雰囲気の写真が。公式のフォトグラファーいたけど、公開されなかった。俺ね、あんまり、マイクに前が取られた。ちょっと楽しみにしたんですが、僕は写真見てたから別に僕は写真見てたこれ、2014年だから今から5年前に初めて東京でやったイングレスのイベントの時これで5000人が日比谷公園街道に集まって真ん中で話してるのは川島さんっていう元 Google に行って今ナイアンティックにいる。上半期は多分もう説明いらないと思うけど、イングレスポケモン GO を作った張本人であり、Google Earth 作った張本人である。彼が。俺もこの時初めて本人に直接会ったんだけど。So congratulations to all the Ingress agents. Ingress agents, are you going to be able to do it? Today you will compete to determine if mankind will reach the Darsana points. Today, Jinri will be the Darsana point. We do not know. ちょっと飛ばしよう。We do not know what this is, but it is a place where certain hidden information about the universe may be revealed to us. これがまだこれが何を見せるのかを知りません。けれども、これが何か宇宙の真理を我々に見せてくれるような何か情報が含まれているのか。5000人ぐらい集まったらこんな感じで希望感です。で、半分から向かって右側が緑チームです。緑の格好してる人多いです。で、半分向かって左側が青チーム。でも街中歩いてる人の服装見ればどっちか分かる。大体。ミッションでは大丈夫。ということはっていうことです。アノマリーは結構、ピリピリした。ね、イングレスってただ青チームと緑チームに分かれて領土争いをしてるっていう、まあ、世界中をフィールドにした囲碁でありオセロであるんだけど、たかだか色の選び方だけで相手が憎いって思えるからっていうぐらい、結構ガチな人たちがガチなことやると不思議とやっぱりこうバトル、単なるゲームなのに相手のことをなんとか まあ、やっつけてやろうって気持ちになるっていうのは結構ポケモン GO であんまりない感覚。これこうオープニングがあった後みんなでゲーム開始になるんだけど、青チームと緑チームに POC って呼ばれる、まあ、チームリーダーが設定される。でレジスタンスが青チーム、
で、ここで出てくるのが山口さん。つまり、この青学のイングレスの授業の非常勤講師は、2014年の時にイングレスの青チームの代表だった人にお願いしています。っていうガチ勢です。で、ミラチームの。っていう感じでイベント、これアノマリーってイベントはこんな感じでオープニングがあって、バトルして、最後みんなで集まってパーティーしてます。で、この後何が起きたかだけ、ちょっと説明します。2014年のダルサラ東京っていうプラあのアノマリーの時は、この後、こうなりました。わかる？わかる。ゲーム開始早々、一チームが、海道から、フアムと、日本で、これを作った張本人が今週のマップボックスのイベントに来ます。ちなみにこれどうやって作るか分かる？そう。イングレスはリンクの先のポータルキーを入手して、そのキーを持ってポータルを発射するというか、ポータルキーからリンクをスタートするオリジンポータルとデスティネーションポータルを人間が移動しないと、コインが移動しないと別に別にマックを渡してもらう、もしくはキーそのものを受け渡すってことも、いわゆる同じ近い代表にいれば受け渡せるということをしてくれる。それにしても誰かが、ここで北海道でアタックしてポータルキーをゲットして、それを誰かが死んでもいいので、最終的にグラムまで運んでる人。ここのキーと中国をつなぐときに誰かの隣から移動している。同じことが行われていて、で、このリンクが成立して。で、こういうリアルな動きがないと、イングレスってガチでバトルできないぐらいの、国と国を超えた協力関係を作らないと、成立しないのがアノマリっていうゲームになっています。それはね、一応基本やったらもう殺されるっていう仕組みで、そう、アカウントでもね、実際にはいる。だから今のやり方を真面目にやらないで抜け穴を考えるんであれば、アカウントを共有しちゃって、そう、北海道にいるメンバーが同じアカウントでログインしてポータルキー取ったら、その後ちょっと間を置いてグアムにいるメンバーにアカウントの情報、パスワードを教えて、それで受け取るってことは現実可能だけど、かなりそれは厳しく見られるので、基本この時はそういう、それはやられてなかったっていうことと、ただ双方はやっぱりルール違反をするメンバーはいて、いわゆる GPS 情報の偽造工作をするっていうような形で、位置情報ゲーム全般的に言われるんだけど、部屋の中から月に地球上移動できるっていう人たちはいる。そこの位置情報偽装に関しては、かなりナイアンティックはテクノロジカルでな部分でそれを想像しているので、今、それが検知されると、すぐにそのアラート、まあ、ポケモン GO も今3回ルールで、3回ナイアンティックがダメ出し食らったら、もうアカウント発信されます。それは悪さをすると、そういう検知システムが働いて、一発アウトじゃなくて、3段階で3回アラートになったらもう終わりっていう仕組み。なので、まだ抜け穴はゼロじゃないけど、基本人が移動するっていう
ね。あ、パソドリに。今日ちなみに一緒に来ねえ。さっきの GPX データ、達成データの検討、あとこの共有の件だなとりあえず、今は。あ、ちなみに、あ、川下さんといた。これ共有とか、ピックの人が、オーガナイゼーション。この2つだな。いいじゃん。これで便利。また実証しようとする。とりあえずこれだね。山と知ったのっけ。これ、まあ、なんか俺の天才言うてるんですよ。もう日曜日に。の人をいるエリアを囲ったと。そうするとこういう数字が獲得できる人が今マップボックスにいるっていう、まあ、それだけなんです。え、レベルはやもう、だから今16はとっくに超えて何周目かじゃん。今イングレスはレベル16、それでもう飽きた人はもう一回レベル1からやり直すっていう選択肢ができて、それが3周目、4周目ぐらいになってる人たちが今いるっていう。まあそこはもう別に付き合う必要はないんだけど、俺もレベル15で止まってるし、うん、まあ、その辺は判断は、まあ、自分の好きにやってねっていう形なので、まあ、いずれにしても仕組みをちゃんと理解するってことが大事ですよというところですね。あと、大体言うこと言ったかな。あ、そうそうそう。話をちょっと戻すと、ゼミナイサークルはそんなルールで、6人上限で、特に他意見ないですか？いい感じ。あとは、まあ、おいおい、じゃあ、サークル内での活動って何をもって活動するのかっていうのは、多分もうちょい。まあ、早めに確定した方がいいから、来週ぐらいに形は決めたいかな。なので、今、とりあえず緩くやってるゼミ内サークルの活動内容をどういうふうにみんなで共有して、何やってるかを知ってもらうということを、ちょっと、もうちょっと具体化しようかなと思っています。で、ゼミ内サークルで今、ゼミ、今日中にそういう意味で言うと、各リーダーは6人に絞れそう。それとも、ちょっと時間必要。今までの活動量。いけそう。具体をいける。見ないでしょ。まあ、そこそもそこ。しょうまない。このもん。じゃあ、とりあえず、それで、メンバーリストを、
ちょっと確定してもらって、今スラックにじゃあ、メンバーリストの欄を、そうそう。どこか。自分で。で、とりあえず1週間以内に、来週までに、そこからはぶれたというか、あぶれた人は、自分の所属を決めること。で、メンバーリスト。リーダーの意見ね。ん？リーダーの意見ね。で、今ちょっと、とりあえず、まあ、3年生が人数多いから3年生。なんか参加スラックに。あげるのできない。じゃあ今スラックにメンバーリストを送るから、お前が入れんのね。今リンクあったので、Google スプレッドシート見てもらえばいいんだけど、まず1期生は卒業したから、今2期生、3期生がいます。で、そこに名前が載ってるはず。で、まず入力してほしいのは、3期生であれば、まあ、複数のゼミナーサークルに所属もありなので、今 L 列から、まあ、S 列まで、設定してるけど、フラグを立てて、フラグの意味は多分知らない人もいるので説明すること、まあ、プログラミングの世界で、まあ、イエス、トゥルー、0か1かで判定したときに、そうですよっていうのは、基本トゥルーで表現して、トゥルーは数字で1を使います。で、フォールス、違いますよって意味は0を使う、もしくはまあ入力しないと思ってたけど、基本0か1かで判定すると、自分はここに所属してますっていう意味では、自分の名前のところの、横、まあ、列を見て、自分が所属している欄に、まあ、1と、まず主張しつつ、で、過去の活動実績でリーダーがそこから6人に絞り込むっていう、そんな感じがあるじゃないですか。なので、で、ここから溢れた人は自分で、新しいサークルを立てるなり、まだものづくり部がまだ4人しかいないから2人空いてるとか、まあ、その辺の情報はちょっとできて、スラックの方に貼っといてもらえればいいので、各リーダーに相談してください。で、ここに1週間経っても所属が決まってない状態であれば、もうちょっと単位そのものがもう上げられないっていう形でもうちょっとこっちでリストアップしちゃいます。申し訳ないけど、期日は守ってる。で、同じように、右側に Google アカウントから OSM のアカウント、LINE も、あまあ LINE も今日配信だからいいと。これ、消すよ。LINE、今日もういらない。一応、うちで使うのは Facebook アカウント、GitHub、Slack、Appirary、Strava、Medium、Medium のブログをそれぞれ書いてもらうという形。で、あと、まあ、各イベントの状況を、まあ、いろいろちょっとリスト化する予定だけど、まずこの辺、3期生、2期生、それぞれ入力して。あと、フィールドワークの連絡用に、まだ入力してる伏見って今日来てる。トランドさん、じゃあこれはもう。あとは入ってるかな。あ、さっき、消えた。あれ、今日は日がのは来てない。さすがに出たのと違うやり方でさっき消した。それで多分消えた。ちょい時間かかったね。うん、どっちにしろ時間は。
2期生の英語版の方がやりやすかった日本語雑音やなので2期生までの意味で、どこまで聞いてるか分からないけど、1週間以内に2って来てるのはあれ竹須あ、そうか、あれだそう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 あ、ね、そうフラグ立ててもらうんだけど、そうだ3年生にちょっと、リーダーは2しといてください数字リーダーはちょっと、別格に各、部のリーダーをオーバー横ゼロに書いておく村レコブは末光3年生でいいの大場だけ、はい、あと、ちょっと同じように説明しておくけど、左側の列の方に、列のシートの方に、実績確認用のシート今作って、まあ、4年生は特に週、セミロンの週報の、チェックとかも、入れていくし、国際会議の参加状況とか、イベント、防災訓練、イエオンモールのイベントの、参加状況なり、すでに予定を報告していれば、ダウン、とかもう終わっていればダウン、報告、もう日程が決まっている人はダウンしてあります。もうこの辺はちょっと、今週の仕事として、いろいろと今までのレポート提出状況を確認します。夏休みのゼミ合宿のレポートもアップロードしてない人は、ノーカウントになるので、残念ながらもう一回ゼミ合宿行ってもらいます。もう多分ほとんど出していると信じているけれど、タイムスタンプ確認した上で、今日のゼミまでって宣言してあるので、レポートをちゃんと出してない学生はノーカウント。とうとう、その辺は、この実績ってやつにどんどん入れていくので、あとで自分はちゃんと古橋に認識されてるか確認取れるようにします。大体そんなとこかな、これは。あと4モール等々、今日、まあ、その辺も後で、設定していくけど。何かこの辺質問ありますか？まずゼミ内サークル所属と。まあなので今パッと見てドローン部は3年生だけで6人いることになってるけど。3年生なんですよ、3年生で、どんなことになってるけど、まあ、現在8人体制だから2人はやっぱりもう増えてる。まあ、実績でこれが減るわけですな。あと、横ゼブは1人あふれる。あ、そう、ごめん、2がいる。ちょうど6人。もう割といい数字になってる。だ今あふれる可能性が高いのはドローン部。フラレコ部はでも、フラレコ部は今余裕があるのか。そもそも自分で所属している認識がないのか。はいはい。まあ大体状況見えてきたので。よし。はい、はい、じゃあマックはよろしくということで、1週間様子を見ますので新しい
新しいサークル作りたければ古橋に相談してください。1ゲームがあるよ。1ゲームまだリーダーもいないし。確かあれじゃない？ベリー入ってんじゃなかった。影持ち？なんかやろうぜ。e スポーツ部だとアイスタディじゃない。しょうまが手挙げたけど。e スポーツ部とりあえず廃止しとくか。で、やりたい人がいる？とりあえず、それぞれどういうことをやるのかは、Facebook のグループに貼ってあるので、見てみるしか言えないけど。まあ、こんな感じかな。じゃあいいかな。はい、じゃあ時間も限られてるから、じゃあ4年生の卒論の発表いきますか。早く早くに終わらせたい人。線がみんな合わない。はい、じゃあ、マキ。別に誰でもいいけど。だけど、とりあえず5分。とりあえず前に出て、前に。ラーメンも出す、ズームで。今出した？よいしょ。これで画面共有がまだかかってる。に入ってます。で、ズーム使ってる一つのメリットは画面の共有ができるので、今マキのマシンからズーム経由で自分の画面を共有かけてもらうと、今フラッシュの顔が映ってるのが多分切り替わって、わざわざパソコンつなぎ直ししなくてもズーム越しに改善ができます。さあ。ほか、逆にこの間にプレゼンできる人もいるかもしれません。この辺の切り替えも素早くできる。かける。画面の共有をして。どう？いや、一回つなぎ直した。はい、これで今、マキの画面になった。はい、じゃあ、時間。はい、いつでも。ちょうど5時50分ジャスト。
はい。はい。まあ、そこからでもコンピューター使いながらだった。はい、じゃあ、質問、あ、どうしようかな。あまりだらけたくないので、せっかくだからちょっとルール作るか。3年生が4年生に質問攻めするっていうなんかルールにしようか。じゃあ、よし、今決めた。今 GitHub に一周立てるので、マキに対して、マキの発表に対してわからないこと、聞きたいことを1人1個は必ず入力をするっていうのでどうでしょう。GitHub の使い方とかここで聞くなよっていうのも含めて、もう使えること前提で説明をしていくので、スラックに一周の場所を、卒論2019に一周立てます。リポジトリ名が卒論2019で、ここに今ニューイシューで、ゼミ、卒論中間発表、マキという各自、あ、まあ、3年生限らずいいか、4年、3、4年生、3、4年生全員、最低1質問以上、を。で、全部を今日答えなくてもいいけど、マッキーはそれをざっと見て、まあ、ある程度まとめて答えを返してもいいけど、まあ、そこは任せる。ちょっとやってみながら。まっさりさばくなり、どんな感じで。で今、一周を立てたので、よいしょ、これをスラックに貼ればいいのね。スラックで。マキの発表用質問一周。はい、この8。はい、貼りました。今、一周番号16番。はい、じゃあ、お願いします。はい。はい、今日僕が卒論やってることは、OSM の、シーズンにデータをインポートするようなことをやっています。データのインポートについてなんですけど、まあ、ここに書いてあるオープンデータとして、ジョンソンやその件がデータセットされている地域、このデータセットされているものをそのままオープンストリートマップに、まあ、インポートして、オープンストリートマップに反映させるということを、やっています。どういうデータを、インポートさせるかっていうのは、日本の畑、農地を農林水産省が、まあ、フレポリゴンっていう、まあ、名付けて、まあ、作りましたと。でそれがオープンデータとして今もあるので、このオープンデータを OSM に、反映、インポートすることができれば、日本の農地すべてを OSM に反映させることができるということなので、このフレポリゴンを OSM にインポートするっていう作業をしています。でそもそもなぜ、このフレポリゴンの農地をインポートしようかってなったのかっていうと、その経緯は、まず僕の、祖父母が農業をしていて、まあ、農業に関して何かできないかっていうところから、倉橋先生に相談して、じゃこういうのあるからインポートしてみ たらどうっていうことを、まあ、提案していただいて、まあ、面白そうだなと思ったから、まあ、やろうかなと。で、今じゃデータインポートをどれくらいできているのかっていうと、まあ、実績的にはまだゼロです。っていうのも、まあ、インポートするにあたってこの手順を出る必要があって、まずそのデータのライセンスが、まあ、クリエイティブコマンドの CC-BY-2.1 あるいは 4.0 である 4.0 であるということ、あとは、そのオープンデータを、インポートするにあたって
パイセンヌ日記に新しいページを作成し、とか、あとは、トークジャーメーリングリストで意見をヒアリング。トークジャーっていうのは、オープンストリートマップとかをなんかこう管理してる人のたちが、こう、議論し合う場で、例えばこういう新しいデータインポートっていう、ことに対して、まあ、いいこともあるけど、課題が出てくると。それはどうクリアしていくのかっていうのを、このトークジャーで、まあ、意見を交わさなきゃいけないという、まあ、そういう場です。で、例えばどういう問題が出てくるかっていうと、すでにある畑をどうする、どういう扱いにするか。つまり、すでに畑がある上からインポートをすると、作ってくれた人の、その、データを消すのか、それともそれを残すのかとか、やっぱりこれボランタリーな地図ということで、自分が作ったデータを消されることに対して、なんかこう消極的な感情を持ってしまう人とか、ネガティブな感情を持ってしまう人がいるから、人の感情にどう寄り添っていくかっていうところが問題になったりすると。ネガティブな気持ちか。まあ、そういう、まあ、一つ一つの問題にどう対応していくのかっていうのを、この動画のメーリングリストとかで、まあ、議論していくということが、まあ、今から取り組んでいかなければならないところなので、それが一通り終わったら、データインポート、最後の作業開始っていうところに入っていくっていう流れになっています。大体それが終わりそうなのって、作業を開始できそうな時期って今、見積もりでは。まだ、まだ、そういう話とかも進めてないんで、1ヶ月か、2ヶ月じゃなくて、必要なのかなと。ウィキのページは、できてる感じ。できてる。あ、それって今 URL を共有できる。でポリゴンでは引っかかんないな。出てこなさそう。どう？今こっちでパッと調べると出てこない。まあ、もしすぐ出てこないんだったら一緒に書いておくのでそこに反応、はい、してもらえれば。今続々、質問が上がってるけど、そこにみんなが。あとは
暮らしていてからは日本全部僕が日本全部やってしまえみたいなそれが終わるのかどうかっていう問題、まあ時間、それは時間的な問題、作業時間として、まあ、そもそも、インポートする上での問題点って、よくある話で言うと、地図を作る人たちにもいろんな人たちがいて、割と思いを持って自分の街を一生懸命マッピングしてたんだけど、突然、まあ、ある意味得体の知れないというか、他の人が作った地図データがごそっと入って、まあ、ある意味自分が作ってたエリアを汚されたと思うような形、もしくはそれで下手をすると今入っている農地よりも今回使う農地の方がよくできてたとしたときに、よくできてたからといって気持ちを持ってやっててくれた人の書いた畑データをごそっと消して置き換えたらそれでいいのかっていうと、それでもうやる気を失う人も何か出てくるっていうことは過去に起きていて、大規模なインポートをやるとそういう本当はこうまあ自分のペースでのんびりやってマッピングに参加しててくれた人たちをの心を折るっていう危険性はインポートにある。それでもそこのバランスをどう取ってある程度ここまでやる、これ以上やらないっていうところのバランス取りは毎回結構難しい。具体的に言うと2012年から2014年にかけて、あ、まあ、正確に言うと11年もそうなんだけど、Yahoo Japan から世界中の日本中の道路データをオープンスマップに寄付してもらいました。2万5000分の1制度です。で、すでに日本の道路を結構作ってたんだけど、それを Yahoo からいい地図データもらったから全部置き換えていいかっていうと、やっぱりそういう議論にならなくて、すでに入ってたデータはそのまま残しつつも、足りないところは全部 Yahoo のデータを継ぎ足すという選択肢をしたんだけど、結果その既存のデータと整合性を取るのに3年かかった。だからそういう選択肢もあるけど、それはそれで今度インポート作業が複雑になるので、作業全体が終わらなくて、結局どうしたのかっていうと、当時うちの会社にいたうちの社員に、3ヶ月間、間に、自分が入った時に、3ヶ月間ぐらい他の仕事しなくていいから、給料やるから全部これやれって指示して、で全部日本中のヤフーの道路データをインポートしたのを仕事として結局全部やってもらった。ほとんどなので、結局誰かがそこをやんなきゃいけないっていうところのバランス取りは結構大変っちゃ大変なので、今回は多分マキ一人じゃ無理で、木田さんっていう、まあ、オープンスマップの今ファンデーションでいるけど、彼が声掛けをしていて何人か手伝ってくれる人出てきてる。なので、多分チームを作ってみんなでワッと一緒にやっていくっていう、そんな時になる中の、どこをワッと当てられるか別にしても、マニュアル作りかもしれないし、いろんな形で、みんなが効率よくやるためのルールを作って、まあ、何か所かやるっていう流れになるんだろうなと想像してます。なので、全部必ずしも終わらせる必要は、卒論としてはなし。ない、ない、ない。まあ、もちろんそこまでいけばハッピーだけど、そうならないシナリオもあり得る形で、その時にちゃんと次に引き続ける、もしくはもっと仲間を呼び込めるみたいな、そういうところまでやればいいんじゃないかというところですね。まあ、いろいろ質問が来ているので、まあ、後で見てみて。じゃあ次。じゃあ次。時間もないので。はい。4年生、目線が。うん、はい、竹瀬。はい、竹瀬の一周作ればいい。竹瀬で一周作ります。はい、17番で今一周作りました。竹末の。はい。はい。はい。始めます。僕が、まあ、今ゼミ論として、まあ、制作物として作っているものが、まあ、OSM の、まあ、チェンジセット変更セットっていう言葉に聞き覚えのある方っていらっしゃいますか？いらっしゃると思います。OSM ってこうみんなで作っている
いわゆるウィキペディア順番みたいな感じなんですけど、そうするとその変更点というものをどんどん積み重ねて、最終的に一つより、その過去データの積み重ねで、今のデータがあるという、そういうデータの組み方をしているんです。でその一つ一つの変更点と、変更セットというんですけど、僕はその変更セットというものを回収して、それをどれぐらい地図的に、こんな感じで地図に移動して、この範囲が、更新されているのかというものを、可視化して、可視化できるウェブサイト。プログラムって今作っているところです。今、これが確か1500件ぐらいかな、のチェンジセットを軽く、海外のデータとかもあるんで、それで日本だけを抽出して、軽く検索かけると、ちょっとこれ確か半年前とかのところから今、収集かけてて、1500件やると、ちょっとこの辺を収集してね、そこが10件ぐらい。データがある、こんな感じで5件くらいだと思います。こんな感じで、だからこのボリュームっていうライブラリがあって、こうデータはちょっとヒートマップ、こういう地図のことヒートマップヒートマップを出してくれるライブラリがあるので、それを使ってやってます。簡単な仕組み的に言うと、上から順番に、上から順番に、叩いて、OSM のジェンセット API を叩いて、その中の XML からタグで移動経路を引いてきて、で、その移動経路を農研機構の API に渡して、日本かどうかを判別して、日本だったら、データベースに保存して、日本じゃなかったら、データベースに保存しないようなこの番号に、なんか、日本のジャパンが出てて、コンビニとか出たり、ここは対応しないデータとか入れてください。ちょっとエラーコードを入れて、書いててみます。現状はそんな感じで、サーチのエンジン自体は完成したので、あとはこれをウェブでデプロイするし、デプロイを。現状検討中の研究ところと、あとちょっとこれ今データベース、タイムスタンプ、移動経路しかデータ保存してなくて、タイムスタンプ保存してないので、後々半年分とか3ヶ月分とかで、時系列中に相当する機能をつけるときに、おそらく障害になるので、現状でもつけるか、もしくはなんか、もう昔の決めた年度から、順々に収集してて、現状こんな感じですよみたいにするのかっていうのは、考えてきてるところであります。ちょっとあと SQLite が、ちょっと XServ でも使えないので、それを Postgre に変えたり、MySQL に変えるかなって今悩んでるところです。誰かデータベースタグって触ったことあることある?スケールって言葉にスケールがあるで、カッテルゼみたいな、カッテルゼみたいな言います。いや、パイソンやったことある人だ。ちょっと、悪いね。何なんか、これ、コードを書いてくるパイソンなんですけど、結構、なんかこんな感じで、なんか、30秒くらいかかると、このニューウェブスキルとか書けるんで、ウェブじゃないんですか。スキルとか書ける。興味あったら GitHub 部入って。あ、なるほど。勧誘。勧誘を含めて。っていうのを言いたかったので、はい、言いました。はい。以上です。ありがとうございます。一応補足すると、今、Jupyter 使ってるんでね、Python が。なので、この Jupyter っていう仕組みは結構、Python のコード書くにはすごい優秀で、どこまでやるかちょっとまだ考え中だけど、ゼミの中で、Google Earth Engine を一回触ってもらうチャンスを作ろうと思ってるんだけど、ちょっとアドバンストコースはこの Jupyter 使おうかなと思います。で、
あと、今話をして、さっきよりも質問の飛び交うペースが遅いんだけど、まあそうだろうなと思いつつ、難しかったっていうのは、感想はいらないな。難しいじゃなくて、どの言葉が分かんなかったかをピックアップする方が役に立つコメントかな。で、全員が全員プログラミングができるようになることはこのゼミでは目指してない。だけど、こういう会話についていける人は何人か育ってもらうといいなとは思っているのと、あと今回 GitHub 部に関しては夏合宿として石巻のハッカソンに行って、もらったというか、まあ、おすすめして行ってきたんだけど、みんなよりも年下のメンバーがガチでこういうコードをバリバリ書いてる世界がそういうところにあります。で、ちょっと覚えれば結構いろんなことができるプログラミングのいいところなので、そのニュアンスをつかむっていうことで何を話をしているのかがざっくりつかめるぐらいのキーワードは知っておく と、いいです。で、逆に言うとこの言葉が難しかった以上でその後は自分の分からなかった言葉を調べることもしないでいると多分、まあ、来るかどうか分からないけどシンギュラリティ仮に来て人間のやることをなくなってきたときにコンピューターとどうコミュニケーションを取るかっていったところで振り落とされるのが未来に見えている。残念ながらそういう世界が来そうなので、まあ知っておいた方がいいキーワードは今全ては多分理解できなかったとはいえ、ね、叩くっていうのはプログラミング用語ですかって出てきてるけど、まあ確かにキーボードを叩くっていうエンターっていう言葉をプログラマーしか使わねえなっていう今見ながら思ったり、まあそんな感じで、ね、遠慮なくこう質問してくれていいんだけどこういうキーワードを投げてくれるといいかなと思います、はい、まあ、なんかあとはいいね、継続性の部分質問してるけど今回サーバーとしてデータベースサーバーをホストしてだいぶ借りてて今は割と自分で使ってて最終的にアワーにするか、そうなんですけどね、まあ、青学のだと今年で切れちゃうんで、だったらもうこのまま使っててもいいかなっていうのも一つ持ってるよね。そこのそう継続性の部分は結構ゼミの外側の中ではすごい大事なのでそこどうするかとか SQLite だけだったら別に例えばスタンダードローでも結構動いちゃう。ファイルでも動くぐらいだから SQLite。それこそなんだろう、まあ、やってみないと分かんないけどラズパイ買っといてサーバーにずっとラズパイ置いとくみたいな。で、竹製の SQLite のサーバーがそこでグリグリ動いてるっていうのもまあコストパフォーマンスから言ったらありかな。まあ、その辺は結構本質的な質問としてはいいんじゃないかな。ウェブサイトの運営は非営利なのかっていう質問来てるけど、今回のアウトプットはどういう形にするかは、卓球性が判断するけど、うちのゼミとしては雑論ゼミで読んでやったアウトプットは基本 CC by 4.0 がデフォルトです。なので、それ以外のライセンスに変えたいのであれば相談してください。CC by 4.0 は何かっていうのは知ってる学生が多いと何人か聞いてください。他、はい。あと、バッと質問が。データベースいじったことあるとはどういうことか。これは一言で SQL 叩いたことある。まあ、叩く。これもだから、SQL っていうコマ、ねえ、一応ね、SQL という、こう、魔法の言葉を使って、エンターをダーンと、えいやって叩いたことが、エンターキーを叩いたことがあるからね。GitHub。まあ、全部にの質問に答える必要はないけど、まあ、ね、わからないなりに、これだけのコメントが来れば、なんとなく受け取り方が理解できる。
はい、じゃあ次行きますか。じゃあ、続々。次。別にもう早く終わらせちゃえばいいのに。はい、あの、どっちが。はい、じゃあ、ユート行く？はい。はい、じゃあ、ゲスト、画面共有。悪かったな。なんか、いつも、北野の顔が映りやすい。何かあんのかな。あ、来た、はい。はい、じゃあちょっと、一周立てます。ちょっと待ちよ。よいしょ、よいしょ。ミュート。はい。はい、18番、一周立てました。もうめんどくさ。はい。はい。大丈夫です。18番です。はい、3年生には3年生に話したことがないので、何をやるかっていうところから話した方がいいと思うので、そこから話させていただきます。僕がやるのは、AA とかカップルのマンネリ化を解消するためにどうしたらいいかっていうところで、デートコースを提案してくれるアプリを作成するっていうのが、僕のもちろんというか、ゼミの上にあることです。で、これまで、一応、仮というか、試しに対局とかを作ってみたんですけども、ここで、統合の分類とか、健康研究とかっていうところが、ならないというふうに、発展してからアドバイスをいただいたので、そこを、この夏やってるとか、今日までやってきたので、そこを話してきたらなと思います。アプリか、僕がやろうとしている、デートコースを作られてなくて、例えば、記念日を書いたとか、写真を共有したとか、いうのがすごい多いですけど、デートコースっていうのを作ると、すごい捨てないですね。その中でも、日本とか海外で見てると、普通ほど、コースというところにしようかなというか、サービスがあって、1つ目が、大学の補助っていう、世代のスタンダードでやってるのを、それは、コースとか、どちらかというと、リポートとそういう部分に近いので、結構、僕がやろうとしているところには外れているんですけど、かなり海外展開とかをされられたりとか、記事の話題が、そういうビジネス的なサービスを来たサービスって言われますけど、デートとかメリカを解消するっていうところに言うと、まだ外れているかなっていうのが、もう一つが、デートコースのスポットではないんですけど、そのデートをしていると、その場その場で、例えば、ついてくださいとか、キスしてくださいとか、内外でやって、コースじゃなくて、デートをしているときに、こう、上目とか、何か働き渡るようなアプリっていう意味では、それを、まあ、日常的に使うと、またアメリカの原因になりますけど、結構前に行ったりとか、海底検索としてはすごいかなと思ったので、それは一つの考え方の大きなところかなというふうに考えています。で、もう一つ、被害者の価値っていうところが、やってた、ジョイモっていうサービスがあるのか、カップルのスペレートの運営とか、期待場所とか、好きな食べ物とかっていうのをメールで送ると、メールで送って、カップルからのスペレートとか、放送を作ってくれるっていう話があって、それが今クローズしちゃってて、そのクローズした理由とか、そういうところの背景とかを出さっていただいたときに、そこまでスペレートとかお金払ってまで、
もうその数、かかってくる少ないっていうのが、それよりも結論なので、この2つの競合のところを含めて、まあ、まず量でやる方が価値があるんだっていうことと、組み合わせた方が価値があるんだっていうところ、あとは、マネリオを解消する上で、コースっていうところの提案をしてもいいのか、もしくは、もしくは、もともとコースは、もともとコースは、そのカップの中で、そういうお題とか、そういったところの方が、マネリオかというか、少しの、その、マネリオの刺激にならなかったっていうところを、僕が作ったサービスを使って、試しとか、試しとか、という形で使ったところもあって、僕のアプリと、その元からあるアプリを使った方もあった時に、どっちが満足度が高いかっていうところで、結論を見るか、タイミングをここで、全然ものの答えみたいなところに入れたらなというふうに考えています。以上です。微妙な、なんか興味は心身だけどっていう感じか。今のところの読みで直感的にでいいんだけど、どういう違いが出そう、比較とした場合に、この解決できる課題が変わってくるかなと思って、連続コースを送る自体の金額とか大変たまっているところが解決する。さあ、もしは、この、自転車の競合とから解決した、この、エベントスタッフというところが解決できないんですけど、そしてデート中でというところに効果すると、そのところが、まあ、エリとかというところが解決できるのが高いのかなと思っているので、どちらの方が、こう、重要度が高いというのか、その考え方。で、高いのかみたいなところが、あ、一番最初の頃のこう議論の中で今質問にもあったけど、そもそもマンネリ化がいいのか、それそもそもデートコースに問題があるのではなく2人の関係性に問題があるんじゃないかみたいな質問が来てるけど、これはもうすでに割と議論実はされていて、こうある程度恋愛の時間軸の中で付き合い始めですごくテンションが上がって3ヶ月ぐらいしてすごいちょっとだんだん落ち着いてきて、でこのまま行くか3ヶ月で別れるかっていうのが境目だった。いくつかその波がある中で、ある程度落ち着いたタイミングでこう付き合ってはいるけど、なんかこれ以上盛り上がりに期待ができない時期みたいなものが入ってきた時にそこの時間軸と考え方の中で議論する時のアプリみたいなところで、割と条件としては全ての恋愛に当てはまるのではなくて、こういうタイミングに来た時に絶妙なデートコースを推奨するようなアプリっていう、まあ、この絞り方みたいなのを最初にやったので、まあ、その辺の図とかがだんだんそろそろ出てくると、みんなでその図を見ると横軸が時間軸で、なんかこう恋愛度みたいなものが縦軸で、テンション最初高くてちょっとなんか波がある中で3ヶ月の壁があって、何ヶ月の壁があってみたいな、そういうの一般論のところをちゃんと説明できると多分もうちょっと食いつきが変わってくる。デートする人がいない人はどうしますかっていうのはぶっちゃけ言うとスコープ外です。この研究に関してはその付き合ってること前提での議論になるので、すべて万人のためのツールだと思わない。まあまあ、でも、なんか、がぜん質問が超具体的になってる。その何をもってデートとするかとか、まあ、いろいろ多分。はい、じゃあもう時間も、はい、あと2人、まあ、ちょっとセミツさん、最後かな。はい、ちょっと電気消える前に、消えたらちょっと真っ暗闇でもパパッとやっちゃおう。今一周作ります。
ね、準備しといて。次どうしようかな、コメントしといてくれれば今この映像は全部残してるからそれを見てくれ、まあ、とりあえず全員1人1コメントをきちんと1人の発表者に対して1コメントしとくっていうルールをとりあえずちょっとやってみる。これも実験なので、あ、ごめん、間違えた。話してること間違えた。なので、後で、今帰る人は映像を見といて。ので、ちょっと、そこは。末光の発表は19番の石を立てました。複数人でやるときはどうしたらいいのかっていうのがあまり載ってなかったので、それを今回初心者向けにこうマニュアル化していきたいなと思いました。で、一番多い意見っていうのが